僕の名前は高宮ほのか。どこにでもいる普通の高校生だ。今日もいつもと変わらない日だと思っていた。今日もか。かがりさんと登校時間が被ったな。かがり彩香さん、美人でスタイルも良くて頭も良くて学校一の有名人でクラスメートで、この距離にいながら一度の会話もない間柄、それが僕とかがりさんだ。死んでない。ほんのりいい香りが。え、あれ、かがりさん。うわー、何やってるんですか、かがりさん。暴れると落ちるわよ。え、来る来る。怪我してない？夢の中でもかがりさんは美人だね。夢？僕なんかをかがりさんが助けるわけが。使命だから。え、心配いらないわ。私が高宮君を守るから。高宮君は私のお姫様だから。はい。やはり出たな、炎の魔女。それは我ら党のものだ。どうして僕を狙うの？僕には狙われる理由がわからないんだ。我々はお前への恨みはない。お前の体が目当てなだけでな。体？お前の中の白いあれだよ。白いあれ、白いあれ、白いあれ。高宮君、敵の話を真に受けてはダメよ。この世界には大きく分けて2つのタイプの魔女がいる。一つは今の世界を守ろうとする魔女、攻防の魔女がそれね。そしてもう一つは自分勝手に魔法を使う魔女、党の魔女よ。彼女たちはいつも世界を混乱させることを企んでいて、この世界がどうなろうと人が死のうと気にしない連中よ。もし高宮君が彼女らの手に落ちれば、この世界は大変なことになるわ。そうかもの。じゃが世界がどうなろうが知ったことか。当の魔女クロノワール・シュバルツ6、華麗に水産じゃ。動けぬよう固定させてもらった。やめろ、目的は僕だろ。身を挺してかばうか。どこか痛むのか？気づいたかの？その怪我はお主が刺された場所じゃよ。ダメージ転移というての、お主が受けるダメージはその女が身代わりになって負担する仕掛けじゃ。この女を助けたくば、これを飲め。予言しよう。お主は必ずこの薬を飲む羽目になる。なんだろうあれ。って、かすみちゃん！私の縄張りでお兄ちゃんに手を出すなんて、いい度胸ね。大きさなら負けんぞ。今この町に党の魔女が30人ほど集結しているわ。近いうちに何かあるから気をつけて。高宮君がいつものバスで会えなくて、あんなに寂しがるなんて思ってもみなかったの。これからずっと24時間私が守るわ。今夜から私の家で一緒に暮らしましょう。それとも2人で住めるところ探す？あの薬を使わせるためには2人の過去を知る必要がありそうじゃな。メデューサが脱獄した？やれやれ、騒がしくなりそうですね。